カープ名大、宗山ドライチ高原、矢野、小園、菊池がいるのにショット指名はもったいない。カープがスカウト会議を行い、強豪フカヒレの大学ナンバーワンショット宗山瑠衣をドライチ指名することを公言。田村スカウト部長は、純粋に今年の対象選手の中で評価した、決まっていることを隠すこともないですし、カープとして誠意を見せる意味でもこの段階での公表となりましたと説明。カープは守備力が高い内野陣が多いため、今季ドラフトでは長打力のある大砲をドライチ指名すると思われていた中での、地元広島出身宗山のドライチ高原にカープファンは賛否両論。カープが先陣切った何球団競合になるんやろ。矢野がいるし、すぐにショートを当てるとは思えない。セカンドピッチの後ままとして取る気？矢野セカンドに回してもらう。ねえよ宗山、セカンドならやるな。今年ぐらい打つなら矢野セカンドにするメリットない。宗山の守備が矢野以上ならともかく、宗山は鳥谷みたいな長距離バッター。課題の長打力には一生目を背けるんか。宗山自身がホームラン打ちまくればええけど、数少ないストロングポイントであるショートを補強。矢野も宗山のショートを守って立つのある選手。大砲は大山でも獲得できるめどついたのかな。宗山の評価は、福士に当たった球団は10年ショートに困らない。宗山重複して外したら地獄やろ。平気でやっちは強固は知ると思う。あまナンバーワンショートをセカンドに。広島と中日はほんま地元出身選手が好き。矢野、コスモ、宗山、ショートやりとりみどり。最高評価に突っ込むなら金丸行きてえき。これ来年も小園さんだ。編成面考えたら宗山より優先すべき選手いるぞ。西川、センター、渡辺、センター、カサード。秋山大壊滅してるセンターと、小園が守るくらい人材なんのサード。少なくとも無念は埋めてくれそうな人材。この二人の評価は宗山より高いよ。宗山の能力を否定してるわけではないが、本人もショートいるのにって思ってそう。大砲問題は FA 参戦や大物ステックコストでカバーする作戦。大砲候補は下位で素材がたどって終わり、それでうまくいってたのって30年くらい前。実際宗山を取れたら不内でかい。菊池の頭の問題一気に解決する可能性高くなる。少なくとも宗山獲得成功したら、菊池、矢野、小園の誰かは守備位置コンバートありえる。